ジかよ。なんだこの雨は。そして私がここにいるのかっていうのね。そう、悲しいことが起きた。それではまずこちらの抽選の様子をご覧ください。どうぞ。はい、というわけで皆さんどうもこんばんは。 WD23 スタジオでございます。今回ですね、私たちには悲しいことが起きました。こちらのクラブマウスビート抽選が外れてしまいました。今現在2021年7月の1日、こちら東京ディズニーランドのトゥモローランドにありますショーベース前に来ております。なぜここにいるかというと、クラブマウスビートの抽選が外れまして、今現在クラブマウスビート1回目のこちら鑑賞を待っている状況です。このショーベース内、ステージ内では見ることが許されなかったわけですね。というわけで、まあ、この悲しいことが起きましたが、まあ、こちらでね、ちょっとクラブマウスビートを鑑賞していきまして、さらにね、私、やっていきたいことは2つあります。まず1つ目が、コラボメニューをいくつか食べることですね。貞治青木さんとコラボしたあるものが新メニュー出ました。そして、北斎でね、ある新メニューが今回登場したというわけで、そちらの方を食べていきたいなと思います。そして、この7月1日はクラブマウスビートのスニークというね、プレスの方々向けに準備公演という形でやっております。ただですね、グッズの方も7月1日発売しておりますので、こちらのクラブマウスビートのグッズをですね、買って皆さんにご紹介していきたいなと思います。ただ今回このような形で雨の天候になりましたので、残念ではありますけども、パレードはね、今回中止となりましたが、このステージショーね、こちらの方で鑑賞していきたいなと思います。なお、このステージショーの様子はこの動画では公開しておりませんので、ぜひね、ご自身の目で皆さん鑑賞してください。そして次私行くときはね、抽選頑張って当てていきたいなと思います。それではですね、東京ディズニーランド7月1日の様子、どうぞ。はい、お次それではですね、気を取り直してやっていきましょう。もはやですね、外れるもんだと思ってます。抽選は外れるもんだと思ってやっていけばもう怖くない。そしてその新境地を開いている私でございますが、こちらアイスクリームコーンの方見ていきたいなと思います。こちらではですね、なんと貞治青木コラボメニューのソフトクリームはこちらでは販売しておりますので、そちら食べていきましょう。買ってきます。はい、買ってまいりました。こちらチーズソフトクリームでございます。非常にですね、このチーズソース、やばいやばい、めっちゃ垂れてるやん、ちゃんと垂れてる。これ早く食べないとね。ちょっと食べます。いただきます。美味しい、すごいさっぱりしてる。チーズクリームとレモンなんですけど、チーズはさほどそんなに濃くないですね。ほんのり香る程度。そしてそこにレモンの酸っぱさがなかなか効いてます。で、夏に合わせて販売された商品だったんで、チーズって思ったんですけど、結構レモンの方が強くて、割とさっぱりしたソフトクリームに仕上がってます。非常に美味しいですね、これ。ちなみにこちらのスペシャルチーズソフトクリーム、貞治青木さんコラボのやつなんですけども、600円のソフトクリームになっております。やはりね、結構甘さ控えめのやつで来ましたね。さすが貞治青木さんです。あ、もうこの A が消えてるからね。消えちゃってる、チョコレートのやつが。というわけで、今回貞治青木さんコラボメニューでございました。この後はですね、グッズの方を紹介していきたいなと思います。はい、それではですね、雨も上がったというわけで、外でグッズの方を紹介していきたいなと思います。今回買ったグッズはですね、クラブマウスビートの、グッズになりますけども、具体的に言うと結構細々したものを買いました。はい、まずホストカード200円、そして、缶バッジ350円ですね、こちらと、はい、あと巾着、こちら、はい、こちらが、850円になっております。そしてクリアホルダー300円、300円、意外と安いんだな、こんなもんだったっけ。そして最後こちら、ロングタオルでございます。ロングタオルの方は1600円で一番今回高い商品ですね。今回買ったのがトートバッグと、あとはですね、ぬいぐるみマッチ、ミッキーのやつが出てる、それ以外を買いました。はい、第2弾も秋頃出る予定なので、それもね、買っていきたいなと思います。そして今回マスクね、これ買っちゃいました。バルーンの1000円のやつ、
非常に可愛かったので買ってしまう。多分ね、でも布マスクあんま使わないんだよね。いつもこのミッキーのやつね、使ってるんですけど、ここに書いてあるかな、東京ディズニーリゾート。まあなので、この布マスク使わないで一応買っちゃいました。というわけで、グッズ紹介でございました。はい、というわけでですね、今ワールドバザールの方にやってきました。もうですね、なんと夕方です。グッズ販売とかに関しては、まあ午前中とかにもう全部買っちゃってたんで、その後、ですね、昼間撮影してるのでもうだいぶ夕方になってきました。でパーク内ではねフォレストシアートとか見たり、クラブマスビートの、ね、2回目とか見たりなんなりしてこちらで、来ております。結局抽選の方はですね当たんなかったので、まあ、外側から見たというわけではあるので、まあ、今回の目的クラブマスビートとさらにもう一つ目的と言っても過言ではないこちらの方来ております。あ、そういえばマスクねこれつけさせてもらいました。結構いいですねこれ、耳のところ割と緩めなのでかなりつけ心地はいいです。で話の途中でしたがこちらの方今来ております。今こちらのワールドバザール中入りまして、はい、こちらですね北斎でございます。その北斎で和食のレストランになっておりまして、このパーク内唯一ね、東京ディズニーランドで和食が楽しめるレストランとなっております。こちらのそして北斎ではですね7月1日からあるメニューが食べられます。それちらのメニュー食べていきたいなと思います。行ってきます。はい、こちらレストラン北斎やってまいりました。こちらにありますのは季節のおすすめ料理となっております。うなぎ丼にさらには味噌汁、そしてこちら奥に茶碗蒸しとかね小鉢もついておりまして、3200円のメニューとなっております。こちらに開いていきましょう。うなぎ丼です。じゃーん。いやもうね、ふっかふかのうなぎにさらに甘辛いタレがねついて非常にご飯に合う、ものになっております。そして、右上にねとろろが入ってるんですけども、とろろはねどうやって食べたらいいかちょっと私は分かんなかったんですが、一応まあうなぎにかけて少し食べてみましたが、あんまりね個人的にはちょっととろろ合わなかったので、とろろに関してはこちらの下の薬味と一緒に混ぜて食べさせてもらいました。ちなみになんですけど、今こっちちょっと見えないかな、こう見えるかな、あの山椒が右下にあるんですけども、山椒ね小袋に入ってて、それをですねあの開けようとして、まあ途中で気づいて開けようとした時にウェットティッシュにバサッとね、全部かかって、全部ではないけど結構かかってしまって、ウェットティッシュも無駄になるし山椒も無駄になってしまったということがあるので、皆さんどうぞお気をつけください。非常に美味しい季節のおすすめ料理、7月1日からですね9月13日までの季節限定のメニューとなっております。どうぞ。そして最後こちらですね、はい、ミッキーとミニーも、まあ、砂糖がかかっておりますけど、ほうじ茶のクレームブリュレ440円のデザートとなっております。こちらね、クレームブリュレの砂糖がねかかってカシャッと、はい、こうやってサクサクの中に、そしてふんわりね甘いほうじ茶のこちらクレームブリュレとなっております。非常に美味しいのでぜひ食べてみてください。なかなか救えてません。あ、救えたね。はい、というわけでこんな感じでいかがだったでしょうか。こんな感じで非常に美味しいこちらのおじいちゃんのクレームブリュレでございます。ぜひ季節のおすすめ料理と一緒に食べてみてください。というわけで北斎のこちらの季節限定のメニューでございました。ちなみにほうじ茶のクレームブリュレは7月1日からまだ期間はね終了期間決まっておりませんので、ぜひぜひ行った際は見に行ってみてください。北斎比較的予約が取りやすいので行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで非常に美味しいうなぎ丼でございました。北斎ですね、本当におすすめの和食ね、東京ディズニーランドにいながら東京ディズニーランドを忘れられる、そういう空間になっております。ぜひ行ってみてください。それではですね、この動画いいねと思った方グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回ですね、まあ惜しくもクラブマウスビート当たんなかったんですけど、まあ次回はねちょっと頑張って当てていこうかなと思います。今回ストレス発散としてむしゃくしゃしてねうなぎ丼食ってまいりましたが、次回はそんなことないようにいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。